新型コロナウイルスの影響で施設が全て休業になっているという状況です。その国立公園の管理者としてはやっぱり素晴らしい自然の風景を国民の皆さん多くの方々に楽しんでいただきたいなという思いでいつも仕事をしていますから、やっぱり今は少し寂しいなという思いがありますね。一刻も早く事態が収束して、いろんな人に上高地を楽しんでもらえればなと思っています。あと上高地もおうちで上高地という取り組み進めてますので、今ステイホームということがいろんな人に協力を呼びかけられている中で、今はそちらで我慢していただいて、事態が収束したら皆さんまた上高地に来ていただきたいなと思います。